さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。演奏中にスティックを落とすというレベルではなく飛んでいってしまいます。気をつける点はどこでしょうか。しっかりと持たないとと思うと力が入るので脱力に気をつけすぎているのでしょうか。それともそもそもドラムに向いていないのでしょうか、という質問なんですけど、意識してもらうべき点は、2つですかね。2つ。まずはスティックの握るポイントなんですけど、力が入る握り方っていうのが、親指と人差し指でこうグッて握っちゃう持ち方ですかね。ここで力が入って持つと、この手首に力が入るので全体的に、ね、こう腕が疲れてしまったりとか早く叩けなかったりするんですよね。なので、スティックを握る、しっかりと握るっていうポイントは小指と薬指側ですかね。小指と薬指側で引っ張っても抜けないぐらいの強さで持ててるといいですかね。なんかこうスティックがね、指に吸い付いてるようなイメージで持てるとやりやすくなってくると思います。で、あともう一つ気をつけてもらいたい点はセッティングなんですよね。セッティング、このドラムを始めて間もない人がよくあるんですけど、移動するのに狭くセッティングしちゃうんですよ。こうタムとかシンバルとかハイハットとかなるべく自分に近くセッティングしちゃうんですけど、スティックを落とす時ってどんな時かというと、こう引っかかる時なんですよ。こう下から上にガッてこう引っかかる時、こうだからフロアとライドとかでもこう引っかかる時、シンバル叩こうと思って落ちちゃうみたいな、こうこっちに行こうとしすぎて当たるっていうのは、よくあるスティックの落とし方なので、だからセッティングを広く取るっていうことは意識してみてください。なので、ハイハットとスネアの距離で言うと、基本的にこのハイハットがスネアに被らないようにセッティングしたりとか、あとなんかタムもね、できるだけこう寄りすぎないような感じでセッティングしたりとかすると、まあ、スティックを落とすことは少なくなってくるかなと思うので、まあ、ぜひ試してみてください。ということで本日もありがとうございました。さよなら。